ュート、また今度はスローインです。ロングスローになります。この時間はねやっぱり日本はしっかりと耐えなきゃいけませんね、はい、さあ7番のソルステインソン、田辺さん拍手が起きてますね、はい、日本代表から日本のサポーターからのこのハンドスプリングスロー、ニアサイド西川です。そう遠藤を話しています。さあここもハンドスプリングスロー、長いのお客様が湧いています。さあハンドスプリングスローだが17番の増田、さあまたここで今度はロングスローになるか、またロングスローになります。かなりもう投げてますからね、もうすでに10本近くハンドスプリングスローを投げています。さあスローになった、今度はゴール正面ネリングシュート、11番のスマグラソン。確かに普通投げるよりスピードがあるから、はい、ヘディングなんかも当てると飛びやすくなるのかな。もうなんか蹴ってるのと一緒ぐらいの、ね、弾道で飛んできますよね。スローインよりもその球のスピードが速いということでしょうね。